Good, morning. Good morning. morning. Are you awake? You are listening to 76.1 FM COSA. 時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。6月24日、マイオアシス。これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから、上条美希がお送りします。おはようございます。皆さん。6月24日、あと1週間で、 7月ですよ。早いね、とってもわおもう後半ですか。2016年も。2016年だよな。うん、もう早いもんだすな。いい天気でとっても。最近ね、この梅雨明けしてからすごく暑いけどとってもいい天気が続いてるじゃないですか。あの、何だったストロベリームーン。最近よ、月もとっても綺麗だわけよ。やっぱいいね。 この天気がいいっていうのはすがすがしいですな。そうですね、心も晴れますね。皆さん、今日も元気いっぱいですか <laughs> 楽しくいきましょう。ということで、めぐみさん、おはようございます。おはようございます。昨日、ぶりですね。そうですね。元気だったうん、元気そんなに変わらないよ昨日そう、12、3時間離れてたから、ちょっとどうだったかなと思って。本当に、うん、心にもないこと。<laughs> 高が高が十二時間 <laughs> はい。難しいね。元気ですよ。元気でした。はい元気でしたよ。この一週間特にお変わりはないですか？<laughs> うん変わらない前提よね今の質問。でい、ね、いつもさ一週間ぶりに聞くと怒るからさ。うん、は何かあるのみたいな感じ。<laughs> え何もないですけどな。なんですか今週は何かあったんですか？いや何もない,ないですけど。だろう？<laughs> <laughs> 高いど,どうせどうせ何もないですよ。<laughs> <laughs> 違う、この前さめぐみさんさ、うん、めぐみさんツイッターやってるさてるあれでさあの世間の24歳はもっと楽しいんだろうな <laughs> もっと楽しいんだろうなみたいなことつぶやいてたさ言うななやそれ言うなやなんかあったのかなって何もなもいよお姉さん心配してた何も何もななもいから、うん、悲しくなったわけさあ私には何もないと私には FM 講座しかないと。何もない何、うん <laughs> うんうん、迷わせするしかない。お<ー>お<ー>、心にもないこと。<laughs> お互い様な。受ける。村の話を。私はね。はい。いっぱいありますよ。ありますよ。じゃ、聞いてみよう。私はね、あ、そういえばね。この日曜日にさ。はい。このパークアベニュー通りに、ジターヌっていうバーがあるさ。うん。うん、あそこで。うん、あの即興芝居のライブをやったんですよ。 そうだそうだえさった日曜日曜うううん、うん、そうそうあのねミキ<日>即興芝居もやってるんですよ普通の演劇以外にすごいねそ<う>即興芝居ってどういう仕組みなんですか、うん、うーんとうーんパラペラペラ,ペラ嘘ばっかりついて終わる <laughs> 何それまあ、っていうのは嘘なんだけど。<laughs> 台本がなくてね <laughs>、はい、台本もなくてあの何も決めてない状態であのステージに上がっちゃうっていう舞台で。<laughs> えー、何もシチュエーションもなく <laughs> うんあのお客さんからさ、はい、どんなシチュエーションがいいですかとか聞いたりしながらお客さんに何か決めてもらうんだ、うん、そう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 、えー、やったりしながら短いシーンをね何個か作ったりして、うん、ちょっと1時間半ぐらいの,あのライブ感覚でやるんだけどはい、はい、これ毎月やってるわけよ。 そそれでんプチライブみたいのを毎月やっててさ訓練のためにでいつもは那覇だわけよ大体なんだけど今月はこの沖縄市のジターヌでやったわけよへえ沖縄市で来てたんですね来てたんですよしょっちゅう来てるもうしょっちゅうこっちの前通ってから今日は誰さんが喋ってるねとか見てるああいいですねもういいんだけどこのジターヌっていう場行ったことある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  ああるるななんんでったね、スティービーさんがねライブやるって言ってからそれを見に行ったんですよマジかあの日本人日本日本人日本人アメリカ人のつもりでニューヨーカーだけどね一応あスティービーさん元気かな久しぶりだねまあいいですけどこのジターのさ行ってさなんか素敵なバーですねいいですよね猫が可愛いんだからよデブ猫がいっぱいいるんデブ 一匹かと思ったらいっぱいいてさ45匹いてさあそんんなにいるんですかん、えー、このライブ中もしょっちゅうわざわざしてからさ、えーうん、もうなんか高いさところにさあのステージのところに飛んで上がって、はい、降りれなくなってにゃにゃしたりしてるわけうそうでしょ虫みたいなみんな <laughs> 今忙しいからちょっとわ <laughs> かんないけどそう、まあ、そういうね ことをやったりしました。面白かったよ。いいですね。あとは何があったかな。あ、昨日ね。あの、インタビュー行きましたね。はい、北条先生。アイレディスクリニックの。そう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 。はい、北条先生にインタビューしてきましたね。来月分の収録をしてきました。今日は。今日は何についてだったっけテーマ。今日はね。はい、何だったかな。今日のね、皆さん。 あの9時半ごろからのアイレディースの北条先生のインタビューのコーナーはあ今回はね子宮がんについてそそううだった子宮頸がん、子宮がんについて、あのー、インタビューしてますから今日の9時半ごろもお楽しみに、はい、また来月もねいろいろ,なんかいろ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 んな話し,しながらくっちゃぶってきましたから <laughs>、はい、そちらもお楽しみに、はい、今月でね1年を迎えていたということで。実は、うんあ 迎えていたんだということで、えー、実はそうなんですっ,つって、<laughs> とってもね、はい、なんか面白いコーナーですので、はい、ぜひ聞いてみてください、はい、そんなこんなでマイワシス始まりますよ今日なんとね歌の日らしいんです、うんね、っていうことで今日のメッセージテーマ発表歌です、はい、皆さんの歌のいろいろエピソード、うん、歌ってきっとね、あのー、思い出と密着してる部分もあってね いろんなエピソードあるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひぜひメッセージお寄せくださいメールアドレスは 761‐fmcoza.jp 761-atmark-fmcoza.jp までお願いします。メッセージやリクエストは FMcoza のホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックするとメールフォームが開きます。そちらからもお気軽に参加してみてください。そして FMcoza では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。ソロいっぱいね。いっぱいね。来ていますね。 あららガムサイガーさん、ミキさん、メグさん、おはようございますって、今、那覇は雨が降りそうな、曇ってるけど、晴れてるところもあるよって、何かね、どういうことかな、<laughs> うん、なんか、女優さんなんですかって呼ば言われてるけど、いや、そうでもないんですよ。でも演劇をやっているってていいるうね <laughs> そうなんです皆さんよろしくお願いします今日も8時から10時まで2時間生放送元気に楽しくお届けします皆さん最後までお付き合いください はい。今日ね、6月24日、歌の日。この歌の日っていうのをね、ビギンが設定したということでね、この曲をお届けします。今日のオープニングナンバーは、ビギンで、笑顔のまんまです。 時刻は8時16分を回りました沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからマイオアシスお届けしていますお相手は上条美希ですこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気から6月24日金曜日今日の沖縄地方のお天気は沖縄地方は 太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ。この後の降水確率は10%。本日の日中の最高気温は33度。風が南の風、後に南西の風、波の高さは1.5メートルでしょう。続いて週末のお天気です。まずは明日。 6月25日土曜日のお天気は晴れのち時々曇りとなっています。降水確率は20%。那覇の予想最高気温は32度。予想最低気温は28度となっています。続いてあさって日曜日のお天気は曇り、時々晴れでしょう。降水確率は30%。那覇の予想最高気温は32度。 予想最低気温は27度となっています今日ね最高気温33度高いですね今日ねまあ皆さんいっぱい水飲んでから気をつけてください以上お天気情報でした続いて道路交通情報ですまずは沖縄自動車道からお伝えします、うん、沖縄自動車道は宜野座から巨打にかけて曇りで規制がかかっているところが見られますまた 近インターのところでですね上りで事故車が出ているようです、うん、近くを通られる方はちょっと気をつけてください続いて一般道です一般道は沖縄市方面だと戸口交差点で渋滞ですまた那覇だと酒田から阿波茶にかけて長い渋滞です上下さんともに渋滞ですねまたぐすくま牧美などでも渋滞岐阜駅周辺でも渋滞です 皆さん気をつけて通行してください以上道路交通情報をお伝えしました FM 小座から見えるお天気ですがちょっとね雲が多いんですけどとても綺麗な色の水色です <laughs> いい天気ですねうんとっても国道三3 0はスムーズに流れています今日も一日安全運転でお過ごしくださいツイキャスにね あのー、全国各地のお天気情報を皆さんがくれていますのでこちらも紹介したいと思いますまずはこちらいつもね最初一番乗りでコメントくれるちゃんおかさん今日はね今日も二番乗りですな「ミーキー名グー皆さんおはようございます今朝の名古屋は梅雨の曇り空気温だけが高いジメジメした朝です」ってさてさて名宮パンですが 全く当たる気配がないんですが、今日は普通のクリームパンでいいやっていうことで。もう, <laughs> もう諦めてるよ。今日メグパンなんですかねさっきボソッとね、ベルガモット行きたいって言ってたけど。メグミさん今日食べてんの見たけどね、クリームパンじゃなかったです。うんうん、何だった、ね、ヒントはント、うん、何かねうそうですね。 惣菜パンですねうん。今日のヒントは3個入りの惣菜パンです <laughs> <laughs> そしてルドルフさんこちら大阪ですねミーキーちゃんメイグーさんハイサイおはようです大阪は22度で雨の予報ですよってあさっき名古屋もって言ってましたけどやっぱまだ全国的には梅雨の時期なんですよねそうだね沖縄はね先週明けたんですよ とということで NUJ さん、上城、上、目黒おはよう、沖縄は好天のようだけど、こちら首都圏は曇り空が続いてますよーって、うんー、そして中村さん、おはようございます、今日の天気は曇りのち雨、最低気温21度、最高気温29度、降水確率午後から70%ですって、うん、あらまあ、皆さん、まあ、雨もね、晴れた時の喜びもひとしおですし。 雨も楽しいのでね。全国の皆さんも今日も一日楽しく生きてください。<laughs> 皆さん、今日のメッセージテーマは今日歌の日ということで歌でお待ちしています。メールアドレスは 761@fm コザドット。jp です。それでは続いてこのコーナーみんなで元気に内のあぐちラジオ体操の時間です。 ラチョウ体操第1、はじめてナビらさい、けんなを目からワービンかけて、のびのびと背伸びる運動からさい,い、ま、ティーチー、ターチ、リーチ、ユーチ、イチチ、ムーチ、ティーフサの運動、けんなおひみそうじ、キサのまぎ伸ばし運動さい、イチ、チ、ムーチ、あらチヤーチティーチ、ターチ、リーチ、ユーチ、イチ、チ、ムーチ、けんなみぐらしみそうり、

みち、ゆうち、いちち、もち、ななち、おじいにとエびんな。めしちゃんかいまぎやびんど、さんかい。てがまくんかあてて、くしんかいのばしみそーれ。ていち、たち、みち、ゆうち、いちち、もち、けんなふやなかいと、ねじるんどうさい。ひざい。 七八にじりひいにじりひじもどちテイスダランドティーチタッチミーチユーチイチチモーチ七八ティーチタッチミーチオバクシヤマチェナビランドひさいくんかんじゃちななめしちゃんかい正面けんかて 「T チタ m チ」ターチ「みいちゆうち」ーチ「けんなふやなかい」「どうみぐらするうんどうさい」ミーチ「みいちゆうち」ナナチ「ならちやち」「みいちゆうち」「ひさむくさなかい」「タッチのひささなかい」「飛びみそう、ね」で「ひらっちゃいとじたい」「ひらっちゃいとじたい」 テンション上げピストリをさ T2 の運動。みチゆうチいち、むち、なチち、やち、ひち、たち、みチゆうち、いち、むチノビノビとふいちさびら。よんねちすうて、はちじゃすチタ1たち、 中心実感で頑丈さし君総理さえ 時刻は8時25分を回りましたこの時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは沖縄タイムス総合面から昨日ねあの慰霊の日でしたね沖縄タイムスも琉球新報も異例の日の話題で今日は持ちきりでしたということで平和近い鎮魂戦後71年の 慰霊の日となった23日沖縄県と県議会が主催した沖縄全戦没者追悼式が糸満市眞文仁の県平和記念公園で執り行われました県内外から遺族ら約4700人が参列公園内の平和の石地に刻まれた24万1414 14人の戦没者を慎み 平和への誓いを新たにしました。にししま旧制中学校や地域関係者らが催した慰霊祭も各地で行われ県内は終日鎮魂の祈りに包まれました追悼式の平和宣言で小長知事は元海兵隊員で米軍属による暴行殺人事件に触れ日米地域協定の抜本,抜本的な 見直しと海兵隊の削除を含む基地の整理縮小を要求しました事件を非人間的で凶悪県民は大きな衝撃を受け不安と強い憤りを感じていると非難し日米両政府の実効性のある対応を求めました、うん、続いて沖縄タイムス総合面からです 共同通信社は第24回参院選について22、23日の両日全国の有権者約2万7000人を対象に電話世論調査を行い取材も加味して序盤情勢を探りました沖縄選挙区では米軍普天間米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する無所属新人の 伊波氏が自民公認の現職で沖縄北方担当層の島尻氏をリードしています選挙区には幸福実現党公認の新人で県本部副大長の金城氏も立候補していますうん。続いて琉球新報市町村面からお伝えします沖縄市の話題です 沖縄市の室川小学校は16日、同校体育館で平和集会を開きました。全校児童約280人が参加し、沖縄戦を体験した室川老人会会長の海王博さん82歳の講話に聞き入りました。人間が人間で亡くなる戦争を得て、戦後も生きる苦しみについて語り、 今の平和を維持するためには継続して勉強を続けてほしいと呼びかけました。加用さんは茶谷町を生まれ、講演では1944年の1 0 1 9空襲に始まる戦争体験を時系列で説明しました。45年3月の再びの空襲を機に、これからの模様を、米軍は最初は飛行機で爆弾を落とす。 次に艦砲射撃、そして上陸し、陸上戦となったと説明しました。当時11歳の加用さんは、本島北部へ夜通し避難し、昼間は民家に隠れて眠る日々、食糧難も極めました。道すがら銃撃された人の遺体を目撃するも、自らも避難に必死でかわいそうという気が起きなかった。人間で亡くなると話しました。 児童たちを前に加用さんは「勉強をして戦争の怖さを知り皆さんが戦争はダメと叫ぶことが大切になってくると期待を込めて呼びかけました室川小学校児童会会長で6年生の八木成人君はしっかりと勉強して二度と悲劇を起こさないようにしたい」と話しましたうーんなんかねやっぱり。 あの、体験した方の話は生々しいねすごいね貴重な話を聞いたんですなうん続いて琉球新報スポーツ面からです甲子園の話題です第98回全国高校野球選手権沖縄大会第3日目は23日沖縄セルラースタジアム那覇などで1回戦6試合を行いました 小座は6対3で北部農林を振り切り那覇西は5対2で沖縄,高校に沖縄工業高校に逆転勝ちしました大会第4日の25日は宜野湾市立野球場など3球場で7試合が行われますということであの小座のねエースの松戸くんがとても大きな写真で小座しのぎきるって載ってますけれどね。 すごいね小坂を活躍したんですねおこのまま優勝してほしいね <laughs> 頑張ってほしいですねということでこの時間は沖縄タイムス琉球新報の記事から長官からお伝えしましたそれでは曲を一曲お届けします平井大で Life is beautiful Bye. My, My outfit. outfit. 緊張感。時刻は8時38分になりました。続いてはこのコーナーです。今日今日今日は何の日。 それでは今日は何の日のコーナーですまずは沖縄手帳からご紹介します6月24日金曜日今日は関口です日野と牛今日旧暦の5月20日ですうーん中塩月が最近本当月が綺麗だったんですよねなんていうのこのさピンクムーンストロベリームーン、うん、あのアメリカではさとってもさ なんかストレベリームーンだよ今日」みたいな感じでニュースだってたんだってうんなんかピンクに見えるって言って月があ新聞にも載ってたへえとっても綺麗な月でしたよということで今日今日の満潮は9時4分22時20分今日の寒潮は3時18分15時44分です。今日の出来事としましまて ビギンが提唱した今日歌の日そして UFO の日だそ,うです面白い、ね、そして1972年1号線を国道58号線に変更した日、うん、そして1989年歌謡界の女王美空ひばりさんが亡くなった日そうなんだね。 で1998年赤大橋530メートルが開通した日ですうーん今日なんか象徴的なことがいっぱいある UFO の日ってよ本当だよねなんだろうね UFO, UFO を発見した日なのかねなんだろうねへそしてその他の記念日としまして今日は、えー、ドレミの日ふ、うん そそして麦の日だそうですえっ、ー、と1024 10年イタリアの僧侶義堂がドレミの恩階を定めた日面白いねで千七1783年 H2O が発見された日そしてお千1910年ベルリンで警察犬誕生のきっかけとなった日 おこれはたまたま刑事が連れていた愛犬が活躍したからだそうです <laughs> マジかそれであのドーベルマンとか使うようになったのはなぜだろうね気になるところですなあ UFO のありましたね1947年アメリカの実業家が自家用機で飛行中に空飛ぶ円盤を発見これが最初の UFO 目撃とされたほう UFO 未確認性飛行物体という呼び名は米空軍が命名したと。へーアメリカ空軍がそうなんだね。それで1958年阿蘇山大爆発12人が死亡した日あーそうなんですね。うんそして、うん、1989年リンゴ日麦の日ということで美空ひばりさんが亡くなった日ということ今日の 6月24日、誕生日の方は、戦国の武将、加藤清正さん、そして作家、ビアスさん、そしてヘスさん、革命家、ゲバラさん、ギタリスト、ジェフ・ベックさん、俳優、ピーター・ウェラーさん、タレント、清水圭さん、タレント、野々村誠さん、アナウンサー、八木昭子さんの誕生日です。今日の誕生歌は、バーベナ。花言葉は、家族の和合。 です。以上今日は何の日のコーナーでした今日ねあの歌の日ということで今日のテーマ歌でお待ちしていたんですがちょっと追加すぎてるのでね紹介しましょうね、うんえー、中村さん今日のテーマ歌ということで聞くのは大好きですが自分が人前で歌うのは嫌いですこれなんて読むのキンクですキーです上手い人が羨ましいということで ちなみに聞くのは女性ボーカルが主ですってカラオケいいですね。近畿ダメってこと？へータブー人前で歌うのね確かに緊張しますよね。うんカラオケ大会とか出たことあるんですけど緊張するね。うんそうそうそう緊張するねでもカラオケは大好きなんですけどね一人で行ってからあの一人で行くとさ あの人のこと気にしないでいいからもう同じ曲を延々歌ったりなんかあのか揚げ食べながら歌ってみたり <laughs> 一人カラオケミキ好きなんだよねうんいいですなさっきさ美空ひばりさんのさ亡くなった日って紹介したさっていうか美空ねミキ最近ねこの沖縄に美空ひばりさんの歌が流れる場所があるのわかる本当に最近行ったわけよ あのさ那覇のさガジャンビラ公園っていうところで那覇市近所らしいんですけど今見たらなんかさあのセンサーがついててこの場所に立ったら美空ひばりさんの歌が流れるっていうところがあったわけ面白くてさなんかこの美空ひばりさんが何百曲ある中で一曲だけ沖縄のこのことを歌った民謡をもとにした歌があるらしくて。 それのね、記念日みたいな感じだったんだけどおー、みそろひばりさんのね、あのー、火火とかね、記念とかがあってね、そういう場所があったよなん<ー>でだろうって思ってたんだけど行ってみてくださいよ、皆さんも <laughs> メッセージも紹介するねいっぱい届いてますねえー、っと、じゃあまずはこの方珍しい一番乗りということで早見大好き猛虎会 HYM ファンさんメイグーミキちゃんマイオアシスお聞きのリスナーの皆さんおはミキーってあれミーキー髪の毛イメージ変えたということであアラームするの忘れて今日仕事遅刻してしまった急いでるから急いでテーマに行きます今日のテーマ歌ということで僕はですね友達の結婚式で300人の前で長渕剛の乾杯を AKB ファンライブしました こんなにいいっっぱのの人前でで歌ったた。は初めてでしたもちろん緊張して歌失敗してしまいました以上ですということで <laughs> 今日のメグパンはツナパン以上だってきてんだけどどうするもんまあ最後まで残しとくけどどうするもん惜しい惜しいよ <laughs> 仕事遅刻してしまったって言ってますけど間に合いましたかね大丈夫でしたか <laughs> うん、<laughs> そんなこんなでこの曲をお届けします。うん、私も大好きな曲です。大丈夫？何？どどっちにする？ちょっと聞いてみる？みるうん。あじゃあちょっとタイトル教えて。<laughs> はい。うん。 うん okay、それでは私も初めて聞くんですけれどこの那覇のね高台で沖縄のことをモチーフにして歌,歌われたという曲ですね。美空ひばりさんで花火事の港 はいいかにも沖縄っぽいイントロで始まったね面白い恋に死ぬのが女であれば石になっても待ちましょうってよこれは純情、えー、と言うべきなのか執着と言うべきなのか <laughs> 私石になっても待ちたくないわ次行こう次って思っちゃうよね <laughs> 面白いね素敵な曲でしたそしてタイトルすいません間違えました花風の港でした あのメッセージ紹介しますいつも遊びに来てくれるつかぴーさんからお手紙をいただきましたはいさいいつでも元気のみきさんいろいろアドバイスをくれるめぐみさん沖縄市のつかぴーですってやっと元気になりましたということで入院からの復帰です <laughs> 今日のテーマ歌歌はよく聞いて元気をいっぱいもらってますよって僕は歌が大好きです リクエストは中村明菜さんの少女へお願いします。みきさん、もう来週は7月ですね。早いですね。ではまた参上します。ということで、今日ね。髪をね。あのー、結構あの沿、ー、って。爽やかな感じでご来場してくださったスカピーさん、うん、<laughs> 入院からの復帰1週間目でしたね。元気ですかね？今日珍しくあの仕事着で来てました。けれども、もうん？ 頑張ってて働いてるんでしょうな、うん。<laughs> そしてメッセージでねラジオネームも何もないミイキーなんか歌ってみてってリクエストが来てるんですけどうん、<laughs> まあい,いかあとからやっていうあとからやっていう感じう、ね、これこっちまで紹介するそ,う、ねうん、それではもう一個メッセージ。 紹介します。えっ、ー、と、ミキさん、ハイサイ、おはようございます。ハイゼットです。って <laughs> して、今日のテーマ、歌。歌は大好きですよ。歌うの、カラオケ、大好きですね。ってこの前、カラオケも入れる歌のテーマを決めて、テーマにまつわった歌を入れて、点数出して歌うの、楽しかったね。ってあんまり歌わない曲とか、歌ったりして、はい 案外この曲レパートリーに入れれるやっさって思ったりしましたねって <laughs> あわかるわかるミキねカラオケ行った時のためにカラオケレパートリーをあのアイフォンのねメモメモ帳に書いてますね <laughs>、えー、<laughs> は歌いたい曲っていうのをねメモ帳にやってあるよ人と行く時はねこのメモ帳使わないことが多いんだけど一人で行く時に開いてから歌うねなんかさ 車を持って、あのー、運転するようになってから大きな声で歌う場所が増えて嬉しかったのもあるんですよ。なんか車の中でミキ CD をよく聞くんだけど家では筒抜けだからそんなに聴かないんだけどさやっぱ車を持ったら発散する場所が増えて歌って楽しいね。鼻歌だけじゃなくてさもうガチで本気で大きな声出して歌ったらすごいストレス発散するよね。 うん、ね大きい声出すのはいいね、うん、このなかなか自分の気持ちを隠さないと生きていけないこの仕事社会 <laughs> はあ皆さん頑張ろうね今日もということであのハイゼットさんからリクエスト,エスト来てますねかにうんうんあそうだはずうん オッケーこれね、あのー、星野源のくだらない中に,ない中にかなですよね、きっとね。うん、うんうん。だと思う。グラナいの中にって書かれてるけど。ということで、ハイゼットさんからのリクエストをお届けします。星野源でくだらない中に。 時刻は8時57分を回りましたもうエンディングですね8時台早いですな星の源やっぱいいですなこんなにまろやかな声癒されますなふ <laughs> 全然くだらなくない素敵な歌ですなということでこの後9時台はハイサイ沖縄シティそしてアイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃいのコーナーがあります9時台も楽しくお届けします皆さんぜひお聴きくださいチャンネルはそのままで 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。はじめに、高齢者向け給付金申請受付中です。 支給額は支給対象者1人につき3万円。支給回数は1回です。申請期限は7月29日金曜日、決心有効となっています。支給対象者や要件などはお問い合わせください。お問い合わせは、高齢者向け給付金、臨時福祉給付金窓口まで、電話番号894の 6122、894の6122番までお問い合わせください。続いて、オタフク風邪公費予防接種のお知らせです。沖縄市では、行政措置予防接種として、オタフク風邪の予防接種を次の内容にて、全額公費で実施しています。行政措置予防接種は、 医師から十分に説明を聞き、保護者が理解・納得した上で接種を希望する場合のみ受けることができます。対象者は、沖縄市に住民登録があり、接種を希望する1歳児、対象者には通知書を送付しています。実施期限は、平成29年3月31日金曜日。接種場所は、 指定医療機関となっています。予診票は各指定医療機関にて用意されています。指定医療機関は通知書に同封された一覧表でご確認ください。接種回数は1回。接種費量は無料です。ただし、実施機関内に指定医療機関にて接種を受けた場合に限ります。お問い合わせは子ども相談、 健康か予防係まで続いて平成28年度所得証明書の発行についてお伝えします所得証明書は6月1日水曜日より発行を開始しています対象は平成28年1月1日時点で沖縄市内に在住し 期限内に申告している方、及び不要になっている方です。請求者の範囲は本人、または同一世帯の方。本人確認に必要な書類は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの身分証です。代理の方が申請する場合は、 請求者本人からの委任状が必要ですお問い合わせは資産税化まで続いて沖縄市役所内の指定金融機関に指定金融機関変更についてお伝えします7月1日金曜日より琉球銀行から小座信用金庫に変更になりますお問い合わせは 会計化まで続いて高価格オキシダント注意報および PM2.5 注意喚起についてお伝えします沖縄県内の大気中の光化学オキシダントや PM2.5 の値はインターネットの沖縄県大気常時監視情報にて確認することができます 注意報などが発令された場合、沖縄県はテレビのデータ放送などを通して周知を行い、沖縄市においてはメルマガアット沖縄にて情報発信を行います。メルマガアット沖縄への登録方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは環境課まで。続いて、 未承認遺伝子組み換えパパイヤ、滞納5号除去にご協力お願いします。はがの赤いパパイヤは、栽培や流通が認められていない未承認の遺伝子組み換えパパイヤの恐れがあります。果実を他人に配ったり、種子をまいたりするのは控えましょう。国では未承認遺伝子組み換えパパイヤかどうかについて、 要望に応じ、無料で検査をしています。品種不明で葉柄の赤いパパイヤがご自宅の庭などで生育していましたらご相談ください。お問い合わせは農林水産課まで。続いて男女共同参画習慣パネル展のお知らせです。毎年、6月23 29日日から29日は、 男女共同参画週間です。家庭、職場、地域社会全体で取り組む男女共同参画について考えてみませんか期間は6月28日火曜日から7月1日金曜日まで。時間は午前9時から午後4時までです。場所は沖縄市役所1階市民ホール。 沖縄市男女共同参画センター3階、沖縄リハビリテーションセンター病院1階フロア、小座信用金庫本店1階、沖縄市立図書館となっています。お問い合わせは男女共同参画センター、電話番号937-0170、937-0170番までお問い合わせください。 続いて、児童手当現況届についてお伝えします。平成28年6月1日現在、沖縄市で児童手当を受給している方は、児童の養育状況などの届け出が必要です。現況届の提出がない場合、児童手当の支払いが差し止めになりますのでご注意ください。期間は、 6月30日木曜日まで。時間は午前8時30分から午後5時15分までです。場所は子ども家庭科。持参するものとして、1、受給所宛に送付された現況を届け用紙、2、提出者の認め印、3、受給者及び対象児童全員の 医療保険証のコピー、四、平成二十八年度所得課税証明書、五、児童の住民票証本となっています。詳しくは子ども家庭課児童手当担当までお問い合わせください。続いて、平成二十八年膝川清掃についてお伝えします。 ひざ川は私たち市民の大切な水資源です。川の清掃を通して、ゴミのポイ捨てや合成洗剤の垂れ流しを防止し、川に対する市民の認識を高めるとともに、住みよい綺麗な町づくりを目指して、ひざ川上流の清掃を実施します。日時は6月26日日曜日午前9時から11時まで行います。お問い合わせは、 沖縄市民検証推進協議会事務局まで以上、ハイサイ沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りしました それでは9時台最初の曲ですね。<laughs> 沖縄市の塚ーさんからのリクエストをお届けします。中森あきなで少女 A

9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからマイオアシスお届けしています。金曜日担当は上条美希です。よろしくお願いします。<laughs> ここで沖縄地方の天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から6月24日金曜日、今日の沖縄地方のお天気は沖縄地方は 太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ。この後の降水確率は10%。本日の日中の最高気温は33度。風が南西の風。波の高さは1.5メートルでしょう。続いて週末のお天気です。まずは明日。 6月25日土曜日、沖縄本島地方の天気は晴れのち時々曇りとなっています。降水確率は20%。那覇の予想最高気温は32度。予想最低気温は28度となっています。続いてあさって、日曜日のお天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は30%。 那覇の予想最高気温は32度。予想最低気温は27度となっています。うん。この向こう1週間はですね、太平洋高気圧に覆われて晴れるでしょうということです。やったね。以上お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道から、うん。沖縄自動車道。えー 金の金インターでですね、上りの方で事故車が出ているようです。また、宜野座で下りの方で事故車が出ているようです、うん。ちょっと気をつけて通行してください。続いて一般道です。一般道は、うん、だいぶ置き直しも渋滞が解消されて、うーん、これは、坂田交差点と岐阜交差点で少し、 渋滞が起こっているようですねまたグスクママキミナとオオジャナでも渋滞が見られます、うん、皆さん気をつけて通行してください以上道路交通情報をお伝えしましたちょっと雲もねなくなってまた綺麗な空が見えてきましたね、うん、いいことだ清々しいですな、えー。メッセージ紹介する それではメッセージを紹介しますラジオネーム沖縄の風さんです <laughs> はいマングーチョさんおはようございますということで今朝もノリノリ元気ですねさすがですってメッセージが来ている <laughs> <laughs> マングーチョさんって竜神マブヤ見てくれていたんですかね沖縄の風さん初めてかミキ ね、どうだったかねえー、私が満宮町をやっていた時代を知っているんですなありがとうございますこのね土日にあの私そういえば舞台やるんですよ今ね演劇も活動も結構頻繁にやってまして毎月毎月ぐらい本番やってますのでぜひ皆さんあの興味がある方は見に来てほしいんですけれども私が あのよくねお世話になっています劇団おぜさんより公演のお知らせが届いていてるそうですあのね私フリーランスでね演劇活動したりこのラジオをやらせてもらったりしてるんですけどこの劇団おぜの方たちとも結構交流があってもう演劇始めた時からあの一緒にね韓国に行ったりしたんですけどこの前もその劇団おぜさんよりオリジンコーポレーションのおぜさんよりお知らせです。 劇団オゼ第49回本公演テドコン一家の民泊物語が開催されます。すごいタイトルだな。うん、今回の公演は一日しか記憶が持たない修学旅行生を民泊で受け入れることになった家族のお話。作、演出は長田健作さんです。日時は8月6日土曜日19時開演、8月7日日曜日14時開演です。 場所は沖縄市民小劇場足ナな料金は前売り一般2500円小中高生1500円皆様のお越しをお待ちしておりますということで8月かそうですね8月か来月は再来月になるのか沖縄市民小劇場足ナなということで皆さん8月6日なのか今からぜひこのスケジュール開けといてくださいね。このの作作演出永田健作さんも ミキがねもうちょうど本当に10年前ぐらいダンスをやっていた時にうんミキずっとダンスやってたんですよ。演劇はね2年半前に初舞台だったんですけどその前はずーっとちっちゃい時から踊りばっかりやってましてその時にあの大公開「レキオス」っていうね舞台でダンスをやってたんですよ。その時に中田健作さんも芝居をやりたいけど ダンスをやってて人で一緒にねあのー、あれだよ大阪も京都も沖縄もほとんどの劇場を回りましたしその健作さんが今は大勢に入って作演出をやってるんですな面白いことだ、はあ皆さん是非見に行ってくださいそして続いて FM 小座懇親会のお知らせでーすイエーイ来週ですな 7月2日に開催する第1回スポーツ大会の後に懇親会を開催することが決まりました懇親会のみのご参加も可能となっています皆さんぜひお越しくださいということで日時は7月2日土曜日19時開始予定です場所は諸国飲み食い所紫サンゴあ諸国飲み食い所紫サンゴです 場所は沖縄市市役所近くにあるそうです会費がお一人様2500円3時間飲み放題フードもあります受付締め切り6月30日木曜日までとなっていますただし30名までの先着順です定員に達し次第受付を終了しますのでお早めにご連絡くださいということで 応募はご来局もしくはお電話メールにてお願いいたします。電話番号は098934の8653、098934のハロー小ザまで電話待っています。メールでのお申し込みの方は、懸命に懇親会参加本文にお名前とご連絡先を必ずご記入の上お申し込みください。メールアドレスは7 6 1アットマーク f m c o s a j p 1> 1このねスポーツ大会の、あのー、申し込みはもう締め切り前にね人気で終了したんですけれども今度は懇親会も行っちゃおうということで懇親会の参加の応募しかし30名ってもうすぐじゃないのだって。 スポーツ大会ですら30名以上いるでしょ60ぐらいいるこの人数おかしくない30名ってスポーツ大会の人がみんなその後に打ち上げとか懇親会行きたかったらどうするのもう大変になってるよめぐみさんみんな外で月見ながら懇親会になるかもしれないよこの飲み食いショー3号の駐車場で。 人が入りもうそうするしかないテント張って <laughs> 皆さんぜひねあの忘年会もさることながらこういうね何て言うの懇親会っていうの楽しいからねいつもはねリスナーさんとパーソナリティとスタッフさんとってなってるけどみんなが楽しめる時間だと思いますのでぜひ気になる方は応募してくださいよろしくお願いします。ということで「FM 小座からのお知らせでした。 この時間は上嶋美希のエセタロットクソタロットのコーナーでーす <laughs> 大歓声が聞こえる大歓声が聞こえる <laughs> 皆さんこのコーナーはですね私があの私ね絵描くのが好きなんですけど私のお母さんはね絵描きなんですよそれでねあの小さい頃から暗い絵を描いてるんですけども <laughs> 東京に、ね、私が1人暮らししていた時に毎日暗闇の中で一枚一枚描いた絵をなんかまった占いカードです <laughs> まさかね沖縄に帰ってきてこの「FM 小座で披露する日が来るとは思わずに自分一人でね ほくそ呼びながら占ってたカードなんですけども <laughs> 今日も元気でエサクソタロット行きたいと思います <laughs> それでは私が3枚カードを引きますから皆さん今の自分なんぞを占ってみてくださいねそれでは1枚目引きました2枚目 枚目引きました枚目引きました選びましたた選びか皆さんテレビをお聞きの皆さんもラジオをお聞きの皆さんもラジオを聞いてるかそうだよな、えー、どこかにいる皆さんも仕事中の皆さんもそして今携帯を見ているめぐみさんも皆さん選びましたかということでめぐみさん何番にしますか2番 OK そして AKB ファンさん2番みゆまるさん3番ということでおっ初見ですドクちゃんさん2番ということで。 リスちゃんさん3番ミキちゃんさん2番 2> よしそれでは皆さん1枚目引きますよタラン1番の方あ1番の方はねちょっとねあのー、天気が来るかもしれないその時に人の目を気にしないで自分の決断で決めることをおすすめしますということですね うんなんかねとっても自分にとって大切なものが来るときってまあちっちゃいことでも大きなことでもいいんだけどとっても悩みすぎてね自分の考えが分からなくなっちゃったりすることが多いんですけれどもそんなときこそ人の意見を聞いていろんな考えを吸収するのも大切だけど最終的に自分がねやりたい方向に進んだ方があとあと後悔もしないし諦めもつくし私はそういう方が好きだよという。 自分で決めろっていいうカードですねはい、次2番の方で行きますタランッツッあ2番の方はねとってもねあのなんかちっちゃいちっちゃいではないなすごい心躍るような幸せなことがあるかもしれないなんかとってもねキラキラしたあの可愛らしいカードが出た嬉し,嬉しいね本当に嬉しいちゃんとこっち見てるめぐみさん <laughs> ねえよ。ねえ、決めてくれてありがとう。<laughs> あのね、うん、とってもね、あのー、心が可愛いような、きっとちょっと幸せなことがあるかもしれない。楽しみにしていてね。<laughs> ということで、3番弾きますよ、たらん。あ三 !3 番の方はね、ちょっと、ブレイクタイムですな。ちょっと、なんか傷つくことがありましたかね。 とっても泣いている女の人のカードが出たんだけどもし何かが起きそうな場合は今からあのちょっと対策取って防ぐこともできるしもしちょっと悲しいことがあった人はあの天気も晴れてますから散歩にでも行ってやんばるにでも行って気を立て直してまた頑張っていきましょうこれで終わりじゃないからどうせね人生150年脳みそは120年まで生きるそうですから。 なんか面白いこと見つけてね楽しくいきましょうということで上条美希のク x タロットのコーナーでしたこの後はアイルディスのコーナーもありますよお楽しみに